DVD プレイヤーで憧れてる人いますか？奈々さんです。奈々さんですね。あ、ちょっと待って、もう一回。DVD プレイヤーで憧れてる人とかいますか？奈々さんです。やはりあの芸術点高い沼氏と、あのびっくりするあのリアクション。まあ、あとは何と言っても、たまに上振れするあのチェイス。やっぱ芸術的ですよね。僕はそういうとこ、彼のそういうところに惹かれました。やっぱり DVD プレイヤー7とはもうすぐ3年になる仲なんですけど、彼はねとても素晴らしいと思います。私は彼をリスペクトしています。まあ、彼とはやっぱ唯一会ってない配信者の一人なんですけど、今週ついに初対面ということで、少しちょっとやっぱリスペクトする身としてはちょっと緊張はしていますけど、まあ大丈夫でしょう。褒めといた方がおごってもらえるんじゃ。彼のこと知りませんね。彼はおごってはくれませんよ。あの性格上彼多分おごってはくれません。むしろ私がリスペクトしてるので私がおごりましょう。年下ですけど、奈々さんおごってくれなさそうじゃね。おごってくれるかな。言ってみようかな。ダダこねてみようかな。奈々さんおごってよって、奈々さん焼肉食べに行こうって言って会見の時にちゃっかり払ってたらやばいね。それはもう配信でもうすごい用意書しないと。ニーヤンさんおごってくれそうです。ニーヤンさんおごってくれるよニーヤンさんおごってくれる。ニーヤンさんこの前一緒にね、俺居酒屋行ったんよ。ニーヤンさん俺アメ太郎マオラスタマオで行ったんだけど、その時おごってくれた。おごってくれたっていうか、いいっすいいっすよっつってた。いいっすいいっすよ、いや交通費かかっとるでしょっつって、いいっすよ交通費かかっとるんで、こんなんも安いっすよ、つった。安いっすよ。だから今回も言ってもらう。いやー、マジか、交通費4万7千かかったわーってよ。東京行き帰りで4万7千飛んだわーってよ、一発目に。おー、ニアさん久しぶりって、いやー、交通費高すぎやろ、4万7千飛んだぜよーってよ。いきなり。